これをひたすらひたすら繰り返すことで、僕の場合は平均3分でその感情が消えていきます。効果絶大すぎてびっくりしたぐらいなので、全員が効果があるかどうかは分かりませんけども、ちょっと今からシェアしたいと思います。その心のモヤモヤだったりとか痛みっていうのを断捨離してすっきりした状態で、さあ、次に進んでいきましょうと。はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、ドメイン使用に来ておりまして、とりあえず今日やるべきことは、まあ終わったので、はい、今ちょっとゆっくりしているところです。今回はですね、そのネガティブな感情を僕がですね、実際にやって、あ、本当になんかもう、こんな早く消えるのみたいないうふうに思ったことがあるので、ちょっとそれをシェアさせていただきます。例えばあなたがですね、ネガティブな感情をがこう湧いてきた時にどういう処理をしていますか。ていうか僕もそうだったんですけど、ネガティブな感情、例えば嫉妬、妬み、恨み、つらみ、悲しみ、怒りとかが、そういうのが出てきた時に、こうここら辺なんかこう、なんか感じてるのはわかるけど、でもそれを表に出す自分はみっともないから、心の中でこう押し殺してたっていうか、そういうことをやってました。はい。で、大体の人がそういうふうにやってるんじゃないかなっていうふうに思いますし、そういう怒ったりとか悲しんだりとか、その人前では泣いてはいけませんよとか、人前で怒ってはいけませんよとか、そういうなんかネガティブな感情を出しちゃいけませんっていう風潮があるのもそうですし、学校でそういうふうに教わってきたっていう洗脳的なものもありますし、なので僕らはですね、そういうネガティブな感情がバッて出てきた時に押し殺してしまうっていうのが、大体ほとんどの人がそうなんじゃないかなっていうふうに思います。でも大体ですね、そういうなんかこう怒りとか悲しみとかって抑えれば抑えるほどストレスになって、後々なんかこう変なことをに繋がっちゃったりとか、なんか後々なんか良くない行動を起こしちゃったりとか、そういった経験、あなたも一つや二つあるんじゃないかなというふうに思います。僕も100個ぐらいはあります。でも例えば、ビジネスの世界もそうですし、オリンピックなんかもそうですし、なんかそういうネガティブな感情を抱えた状態で自分がすごい高いパフォーマンスを出す、自分の 100% の力を出し切るっていうのは無理なわけで、なのでネガティブな感情はなるべくここに溜めとかないように、ここに溜めとかないように、なるべく早く吐き出すなり消すなりをする必要があります。ですどうやってそれを消したりとか消滅させたりするかっていうと、ただ認識するだけでいいんだそうです。その感情を直視することでその感情が消えるらしいんですよ。はい。でじゃあ実際どうやって消すかっていう、そのステップをですね、ちょっと今から説明したいと思います。実際ですね、これ僕がやって効果絶大すぎてびっくりしたぐらいなので、はい、全員が効果があるかどうかは分かりませんけども、ちょっと今からシェアしたいと思います。はい。ステップ1、あなたが今抱えているフラストレーションだったり、怒りや悲しみだったり、怒りや悲しみ、ストレス、恨み、つらみ、妬み、悲しみ、それみ、つらみみたいな、それが今あるなら、ちょっとここ心の中でちょっと考えてみてください。かもしくは、今別にそういうのがないです、別に特に今身軽ですっきりしてますっていう方は、自分なんかその過去の出来事で怒りを感じた時だったり、悲しみを感じた時だったり、恨み、妬み、つらみ、つらみっていうのを、そういうのが起きた出来事をちょっと思い浮かべてみてください。思い浮かべるだけで多分感情的にはこうグググってくると思います。というかそういう状況をちょっと起こしてみてください。はい。でステップ2、はい、多分今あなたの感情、僕もそうなんですけど、ちょっとここら辺ですね、なんか心配事だったりとか、不安なことだったり、恐怖だったり、嫉妬心だったりとか、そういうのがですね出てきてると思います。でその感情はどこにありますか。それを感じているのはどこですか。首ですか。頭のここら辺、前頭葉の部分ですか。それともこう溝落ちの部分ですか。僕の場合ですね、今溝落ちに感じてます。溝落ちに感じてます。じゃあステップ3、その感情はどんな形をしていますか。はい。その感情はどんな形をしていますか。僕はですね、溝落ちに水色、半透明の水色のなんかこうシャボン玉のようなものがあります。はい。あなたはどんな形をしていますか。ステップ4、その感情は何色ですか。僕はですね、今心配事が溝落ちにあって、それ色はですね、ちょっとこう水色っぽいですね、透明な水色って感じです。はい。ステップ5、どんな風な動きをしてますか。僕はですね、ここの、溝落ちのあたりに、半透明の水色のシャボン玉のような、形のものが
あります。でそれがこう溝落ちのあたりからこうプク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 湧いてきてるような感じがしてます。あなたが今感じている感情はどんな動きをしていますか。はい、っていうのを、ひたすら自分に質問を繰り返すということ、まあ、これだけなんですよ。はい、その感情はどこにありますか。その感情はどんな形をしていますか。その感情はどんな色をしていますか。その感情はどんな動きをしていますか。その感情はどこにありますか。その感情はどんな形をしていますか。どんな色をしていますか。どんな動きをしていますか。その感情はどこにありますか。どんな形をしていますか。どんな色をしていますか。どんな動きをしていますか。これをひたすらひたすら繰り返すことで、僕の場合は平均3分でその感情が消えていきます。はい、すごく不思議な体験です。今まで僕すごい嫉妬心が強いんですよ。僕ですね、その一番になりたいとか認められたいとか嫌われたくないとか、あと嫉妬心だったりとかっていうのがものすごい強いんです。なので結構しょっちゅうですね、そういう感情が出てくるんですよ、いろんなところで。で今まではそのなんかこうモヤモヤした状態で、もうその後仕事になりませんでしたみたいな、もう寝るとか言って、もうそんな感じだったんですけど、でもそのこの感情を直視するトレーニングをやってから平均3分で感情が消えちゃうわけですよ、スッと。なのであれ、今の感情何だったんだろうっていうぐらいですね、なんかすっきりした状態でさあ仕事へ行けると。でまあちょっとこの話に発生して余談なんですけど、その頭痛、我々が感じている、まあ僕たちが感じている頭痛っていうのは実はレントゲンで撮っても出てこないんですよ。そのあ、これがこうなってるから頭痛があるんだねっていうのがレントゲン撮っても見えないんです。要するに頭痛も実は脳で作ってるんだよっていう、そういうことなんですね。なので頭痛もどこに痛みを感じていて、どんな形をして、どんな色があって、どんな動きをしているのかっていうのをその考えることによって頭痛も消えます。で僕実際それやって本当に頭痛が消えました。不思議なぐらい消えました。なのでこういうですね、体の中にある痛みだったり、こう感情的な苦しみも直視をすれば、その直視をして脳に俺は気づいてるぞ、その苦しみ痛みっていう風に脳にそのなんかこうアプローチっていうか、その脳に教えてあげるんですね。そうすると脳も、あ、気づいてくれてありがとうっていう感じで消してくれる、まあ、そういうことらしいんです。はい、今言ったですね、ステップを踏みながらご自身の感情っていうのを直視して、その心のモヤモヤだったりとか痛みっていうのを断捨離してすっきりした状態でさあ次に進んでいきましょうということでですね、あなたももしやってみてください。はい、もしですねこの動画がちょっとでも面白かったで参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。そう、物を断捨離して物の執着から外れたら次は精神的なトレーニングだと思いますので、はい、これからもですねこういう風に動画いろいろ撮っていきます。はい、ということで、今回もですね汐留からお届けしました。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。